藤枝マイ FC 徹底応援番組東本マイ FC。 Gスカイ FM 島田沖の皆様こんばんは。4月28日水曜日、4月の第4水曜日となりましたので、本日も J3 リーグ藤枝マイ FC 徹底応援番組東本マイ FC のお時間です。皆様のお相手は藤枝マイ FC スタジアム DJ の DJ 拓郎と、そしていつも私を強力にサポートしてくれているこの方です。はい、藤枝マイ FC 強化部の大迫のぞみです。はい、今日ものぞくんとともに番組をにぎやかに進めてまいりたいと思います。早速ですが、ゲストの選手への質問、番組のメッセージなど、皆様からのメールをお待ちしておりますので、送り先のぞくんお願いします。はい、メールの方は myfc@g-sky765.jp myfc@g-sky765.jp まで送ってください。ファックスの方は054-732-9162までお願いします。はい、ありがとうございます。早速ですが、まずは前回4月14日の放送から今日までの間に行われました藤枝マイ FC の試合結果を振り返っていきたいと思います。4月18日の日曜日、天皇杯の静岡県代表を決める大会、2021年度静岡県サッカー選手権大会が足高広域公園多目的競技場にて行われました。こちら対戦相手は常葉大学サッカー部でしたが、残念ながら1対2の敗戦という結果になってしまいまして、まあ大石選手のね先制点ではいけるかなという感じだったんですけれども、その後に2点取られてしまって、残念ながら天皇杯の方はここでおしまいと言いますが、まあ静岡県代表にはなれずに終わってしまったという形になってしまいましたが、翌週4月25日日曜日には J3 リーグ第6節アウェーゲームアスルクラロ沼津戦が行われました。こちらもですね、1週間前の天皇杯予選と同じ形ですね、足高広域公園多目的競技場にて開催されたんですが、こちら PK からアスルクラロ沼津に先制点を許してしまったんですが、押したに勇気選手の移籍後待望の初ゴールで1対1の引き分けという結果になりました。現在のところ暫定順位は10位ということになっておりますが、この結果を受けてのぞくんいかがでしょうか。コメントしにくいかもしれませんが、厳しいですね、はい、ちょっとね厳しい結果になっちゃいましたよね。はい、まあ本当に勝ちがチームとして欲しい状況なので、はい、まあチーム全体でしっかり競争して一試合一試合臨んでもらいたいです、はいはい、そうですね、まあ、天皇杯の静岡県代表を決める大会はかなりいつもとメンバーも違ってましたからね、アピールする機会だったのかななんていうふうにも思いますね。そういった意味では、まあ、チーム一丸となるためにも本当どの選手にも頑張っていただきたいですね、はいはい、そしてまあ順位、今現在10位と申し上げましたけれども、今年はちょっとコロナウイルスの影響もありまして、試合数がチームによってだいぶばらつきがあるということもあって、まあ、今順位をすごく気にする時期ではないのかななんて思いますけど、そのあたりいかがですか。まあそうですね、まあ、内容も徐々に良くはなっているので、はい、まあ、本当に勝ちが欲しいという状況です、ね、うんうんうん、まあ、そうですね、はい、勝てば当然のように順位上がってきますからね、はい、はい、というわけで今日も J3 リーグ藤枝マイ FC 徹底応援番組東本マイ FC スタートいたします。藤枝マイ FC の優勝、そして J2 昇格を目指して一緒に盛り上がっていきましょう。藤枝マイ FC 徹底応援番組東本マイ FC。はい、この東根前 FC では毎回藤枝マイ FC のチームのどなたかにゲストとしてご出演をいただきます。サッカーのことばかりではなく、細かいプライベートのことまでいろいろお話を伺ってまいります。というわけで今日のゲストをご紹介いたしましょう。自己紹介からお願いいたします。はい、皆さんこんばんは、背番号5番の岩間雄大です。よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。そして皆さんこんばんは、背番号11番宮本武です。はい、今日のゲストは今季より藤枝マイ FC に新加入、背番号5番岩間雄大選手、そして同じく新加入背番号11番宮本拓也選手です。さあ、お話を伺っていく前に一つ大事なご説明がございまして、まあ毎回恒例になっているんですけれども、この番組いろんなことを伺ってきますが、極力正直にお答えください。そしてノリよく番組を進めていきたいので、ガンガンいろいろお話ししてください。ノリが悪いなとか正直に言ってないなって場合は、のぞくもしくは私もしくはディレクターのみのりさんのどなかたかからイエローカードというコールが出る場合がありますのでイエローカードが出た場合はですね、この番組 YouTube でも後日
編集したものを配信してますので、その YouTube 用に動画で何かしら罰ゲームをやっていただく形になりますので、よろしくお願いします。お願いしますよ。はい、よろしいですか。山本選手。はい、それでは早速お話を伺っていきますが、前半は岩間雄大選手のお話中心に伺ってまいります。まずは岩間選手のプロフィールからですね。岩間選手は1986年2月21日生まれ、東京都出身で、堀越高等学校卒業後に半年間のブラジルサッカー留学を経て東京都の FC コリアに入団。その後アルテ高崎を経て2011年ビファーレン長崎に移籍。2014年から18年11月までは松本山雅に在籍の後、2018年12月から2020年12月までの2年間を J2 の栃木 SC で過ごして、今シーズンより藤枝前 C 加入という経歴で、お間違いはないでしょうか。はい、大丈夫です。はい、今までかなりいろいろなチームに在籍されていますけれども、はい、静岡県でこう過ごしたことっていうのはあったりはしたんでしょうか。初めてです。あ、もうまるっきり初めてという感じですね。そうですね、キャンプで来たりとかあるんですけど、はいはい、住むのは初めてです、ね。藤枝市の存在は知っていましたか。いや、もちろん。藤枝市どんな印象を持たれてましたか。やっぱまあサッカー、藤枝東サッカー部が強いなっていう印象ありますし、はいはいはい、やっぱ長谷部誠選手がの出身っていう部分で藤枝っていうところはちょっと気にはなってはいましたね。はい、いざ実際に住まれてみていかがですか。いかがですかって抽象的な伺い方もめちゃくちゃ住みやすいです。あ、本当ですか。はい、それは嬉しい答えですね。メッセージもいただいておりまして、ラジオネーム GP ブラック RX さんからですが、今まで東京、群馬、長野、栃木と住まれていたと思いますが、比べて藤枝はどこか違いがあるでしょうかというメッセージをいただいています。まあ、海が近い。最近は海なし県が多かったんで。なるほどなるほど、はい、そうですね、確かにね、長崎以来の海があって、はい、うん、そうですよね、栃木県海ないですもんね。そうです、ないですよ、はい。まあ、やっぱり近くに海があると落ち着いたりしますか。そうですね、まあ、やっぱ美味しい魚もいっぱい食べれますし、うん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 、何より気持ちいいです、あったかくて、はいはい、あ、そうですよね。この藤枝町に移籍する前から、藤枝町に知り合いの選手とかっていうのはどなたかいらしたりしたんでしょうか。そうですね、栃木の時に、江と枝村選手と、はいはい、あと久留選手とは一緒にやってたんで、何かこう移籍に際して相談したりとかってされたりはしたんですか。そうですね、久留選手には、はい、すぐ連絡して、うんうん、まあ、チーム状況だったり、いろんなことを、まあ、電話で直接聞きました。うんうん、その久留選手の話を聞いて、お、これなら移籍してもいいかなみたいな思いになったっていう感じですね。いや、まあ、もちろんそれもありますし、はいはい、こうチームから話いただいた時にやっぱ J2 に昇格したいっていうような強い気持ちを感じられたので、うん、まあ、ぜひ藤枝前 FC でプレーしたいなというふうに思いました。うんうんうん、ありがとうございます、そういうふうに言っていただいて。鈴木純選手とこの新チームとしてコンビのようにボランチを組まれていますけれども、はい、こう鈴木純選手とのボランチのコンビはやりやすいですか。もちろん、うん、やりにくくはないですよ。何かこう2人でこう約束事とか心がけてることとかってのあったりとかされるんでしょうか。まあ、よくこういろんな選手とやる中でそういう質問されるんですけど、はい、ええ、まあ、やっぱ一番気をつけるのはバランス、お互いのバランスだと思いますし、はいはい、こうやっぱお互いいろんな特徴を持ってる選手だと思うので、はいはい、その特徴を活かせるようにっていうのは心がけて意識してやってます。うん、実際なんかこう試合見ててもこう鈴木選手が上がっていくと岩間選手が後ろできちっと構えていて、逆に岩間選手が上がっていくと鈴木選手が少し下がったりとかっていうバランスなんか本当すごく取れてるななんていうふうに僕も見ていて思うんですけれどもね。はい、でもなんかそういった意味でボランチっていうポジションは結構こう運動量もやっぱり多いと思いますし、はい、まして開幕からここまでリーグ戦フル出場ですけれども、体の疲れとかっていうのは大丈夫ですか。はい、全然大丈夫です。何かこうコンディションを保つ秘訣とか気をつけてることってのあったりするんでしょうか。いや、特にないんですよね。あ、そうなんですね。はい、もう本当に自然体というか、うんうんうん、まあ、疲れてたら疲れてるなりに家でそのまま寝ちゃいますし、練習終わって帰ってから、うんうん、もう本当そのままって感じです。もう岩間選手ベテランと言われる年齢になってきてるとは思うんですけれども、はい、そんなに疲れが溜まったりっていうのはないですか。いや、でもまあ若い頃と比べたら、はい、やっぱ疲れは抜けづらいなっていうのは感じますけどね。うん、
はい、それでもこうやっぱりゆっくり寝たりすることによってコンディションは整っていくって感じなんですね。そうですね、まあ、あとは気持ちです、うん、気持ちですね確かに気持ちは大事ですもんね、はい、さあそんな意味で今気持ちという話を伺いましたけれども、まあ、ビファーレンと松本山雅でなんと2度の昇格を経験されているんですけれども、昇格するチームに共通していること、必要なことは何ですかね。やっぱり今おっしゃっていた気持ちっていうのも何より大事だと思いますけれども。そうですね、まあでもやっぱ一番はチームの一体感だったり、はいはい、まとまりっていう部分は昇格するチームには絶対あると思うし、うん、あとはまあ本気でそのチームにいる全員が、実に昇格したいっていう気持ちを持ってるかっていうのは非常に大事だなっていうふうに思います。まあ、そういう意味でもやっぱり一体感ということですよね。そうですね、はい、みんなの気持ちが一つになることが本当に大事っていうことですね、はい、まあ、今までいろんなチームにいらしてこうリーグもこう最初は地域リーグからスタートして、そして J1 までっていう本当に幅広いリーグを経験されてるわけですけれども、まあ、いろんなこうもちろんプレーの質という意味ではやっぱり J1 が一番レベルが高いのかなというふうには思いますけれども、それ以外の部分で何かこうこのカテゴリー大変だったなって感じることとかってあったりしますか。いや、まあ全部大変ですけどね、はい、本当に、まあ、移動も含めやっぱ全国飛び回るし、はいはい、試合もやっぱ試合数も多いですし、うんうん、大変ではありますけど、まあ、一つ今パッと思いついたのは、はい、JFL の時に、まあ、群馬のチームだったんですけど、はいはい、群馬から長崎までバスで行きました。うわそれはどうなんですか、のぞくん、そういうのって。いや、かなりきついだよ。やっぱりそうですよね、はい、ずっとバスって時間も相当かかったんじゃないですか。かなりかかります。でしかも途中で、大型バスが壊れて止まってしまって、パーキングで2時間ぐらい待ってきたのがバンで、うわ、まあ、そこにみんな乗り込んで荷物も詰めて、それはかなり過酷ですねかなり大変でしたね。今では笑い話ですけど、その時を経験してると J1 に行った時とかって全然待遇違うなってやっぱり思ったり、もう、はい、どこ行っても乗り越えられます。まあそうですよね、はい、すごいですね。精神面でもタフになりますね。なりますね。確かにそういうの経験してると、はい、僕山選手にどうしても聞きたかったことが一つあるんですけど、はい、選手のプロフィールあるじゃないですか、はい、ポスターにもなってますけど、はい、他の選手みんなこうちょっと斜めに構えて腕組みとかしてる感じなんですけど、はい、岩間選手だけが正面でドーンと構えてる感じが。そうなんですよ。あれはご自分で決めたポーズなんですか。いや、もうあれは言われたまんま。あ、そうなんですか。そうです。自分もあのポスター見て初めて、うん、え、俺だけなんか違うじゃんっていう僕あれは写真を見た時にうわこれ素晴らしい選手が入ってきてくれたなと思ってなんかこう一人だけおらかかってこいみたいな感じのポーズじゃないですか。そうですよね、見えますよね。でもああいうこうなんか雰囲気があふれる試合、あ、試合じゃない、ごめんなさい、写真っていうのは本当僕は嬉しかったですね。あ、本当ですか、ありがとうございます。でも恥ずかしいです。そのポーズを撮ってくれって言った方はかなりセンスありますね。なんか岩間選手にああいうポーズってすごく合ってる気がするいや、何だったんですか、決まってたんですかね。決まってたんですか。いや、全然わからないですたまたまっていうか、たまたまじゃないですか、ね、なんかでも岩間選手の雰囲気を見てやっぱりそれがいいってみんななったんですかね。だと思います。うん、でも本当なんか表してるなって感じがしますねはい、お話いろいろ伺いたいんですけれども、ここで1曲お届けしたいと思います。後半は宮本孝也選手のお話を中心に伺ってまいります。はい、まずは宮本孝也選手のプロフィールからですね。1993年5月21日生まれ、千葉県出身で流通経済大学附属柏高等学校では2年生の時に全国高校サッカー選手権で2得点の活躍。その後早稲田大学に進学し、2016年に水戸ホーリーホックに入団。2020年にはJ3 の YSCC 横浜でチーム得点王となる活躍をし、今シーズンより藤枝前市に加入という経歴で、お間違いはないでしょうか。はい、合ってます。はい、YSCC の時に当然藤枝前市と対戦されているわけですけれども、その時の藤枝前市の印象っていうのはどんな印象でしたか。まあ、前期2対5でボロ負けしたんで、はいはい、単純に強いチームだっていう印象があります。確かに最初の試合そういった結果になりましたね。はいはい、手強いなという感じですか。そうですね、うんうんうん、まあ、知ってる選手も多かったですし、あ、そうなんですね、個人的にですけど、はいはいはい、能力の高い選手いっぱいいるなっていう印象がありました。その時こう、まあ、フォワードとして藤枝マシートをやっていたわけですけれども、はい、この選手嫌だなというか、マッチしたくないなって感じた選手としては誰になりますか。やっぱり秋元さんですかね。はいはいはい、やっぱり体強いし、なんだろうね、やっぱり嗅覚がすごいというか、まあ、センターバックとしてね活躍してますからね、はいはい、
あの事前にねアンケートも書いてもらってるんですけども、鉄人だからって書いてありますね。はい、秋元選手ってやっぱり鉄人ってイメージですか。鉄人ってイメージですね。確かになんか体もすごいですもんね。はい、まあ、そんな YCC 横浜で、まあ、チーム得点王となる活躍をされていた宮本選手なんですけれども、毎週移籍加入を決めた、まあ、一番のポイントとなるとどこになりますでしょうか。やっぱり本気で J2 昇格を目指してるなっていうのが僕思ったんで、うん、ここにすぐ決めました。うんうんうん、実際にチームに入ってみていかがですか。いやもうみんな本当にその J2 昇格っていうのを本当に目標に、うんうん、まあ、取り組んでると思いますし、はいはい、まあ、本当に能力の高い選手もいっぱいいるんで、まあ、日々なんだろうな勉強になるというか、僕自身も成長できる環境が整ってるなっていうのは思います。嬉しい言葉を言ってくれますね。さあそんな中、4節のさぬき戦で雨の中の素晴らしいゴール決められましたが、あちらのゴールは狙い通りのゴールだったという感じでしょうか。いや僕的には、はいはい、まあゴールというよりはフリックして、うんうん、ファーに流してそのまま誰か詰めてもらおうかなっていう感じだったんですけど、はいはい、まあ、雨ということもあってうまくゴールに吸い込まれてたなっていう感じです。ちょっと関連するメッセージをいただいておりまして、先ほどのラジオネーム GP ブラック RX さんなんですけれども、さぬき戦コーナーの時鈴木選手のキックはゴールに近づく軌道に見えたのですが、ゴールから遠ざかる場合以上の勢いでゴールに飛び込むなど何かコツがあるのでしょうか。ああいう形で頭で合わせるのは個人的に苦手で羨ましいのでというメッセージなんですけれども、まあ僕の得点もそうですけど、はい、やっぱキッカーの質が良かったら、もう触るだけで、はいはい、大体ああいう時ってゴールにいい形で吸い込まれていくのかなっていうのは思います。あ、そういうものなんですか。はい、ほぼ、はい、はい、どうぞどうぞ続けてください。どうぞどうぞ。ほぼキッカーの質で決まると思います。あ、なんか謙虚じゃないですか。はい、でもなんか僕みたいにねサッカーの素人からするとこう後ろに反らすっていうのすごく難しいのかなと思うんですけど、いかがですか、のぞくん。その辺いや難しいと思いますね。まあ宮本選手やっぱ素晴らしいと思いますね。なんか目が笑いながら言ってるのあのそしてですね、宮本選手もう一つメッセージをいただいておりまして、ラジオネーム山さんなんですけれども、くまさんお久しぶりです。藤枝の土地は慣れましたか。何か静岡の食べ物でおすすめありますか。藤枝でも飛躍しゴール量産できるようこれからも応援してますってメッセージいただいているんですけれども、お知り合いのことですかね。多分水戸の時にすごい応援してくださった方で、うん、山崎さんという方なんですけど、はいはい、ラジオネームで送ってくれてるのに山崎さんって言っちゃった全然いいんですけど、はい、なんか おすすめでした、はい、藤枝の土地慣れましたかというのと、何か静岡の食べ物でおすすめありますかというメッセージいただいてますね。藤枝の土地はもう慣れました。はい、すごい住みやすいです、うん、でおすすめの食べ物は、はい、藤枝ですよね。いやもうホームタウンエリアとして、うん、藤枝でも焼津でも、まあ、焼津の黒はんぺんは、はい、美味しいなと思いました、うんうん、おでんで。あの宮本選手お魚がお好きってプロフィールに書いてますもんね。はい、魚料理はもう全般的に好きなんですか。大好きですね、うんうん、なんかちなみにご自分で割とあのクックパッドを見ながら料理もするなんていうこともプロフィールに書いてありましたけど、魚料理もしたりするんですか。水戸の時は料理してたんですけど、はい、うんうん、今は全くしませんもうプロフィールには料理って書けなくなっちゃうじゃないですか、今そんなこと言っちゃったら。そうなんです。今はもう周りに美味しい食べ物があるから料理をしなくても大丈夫という感じですかね。そうですね、ちなみに今のメッセージの中にくまさんお久しぶりですとありますけれども、あのニックネームがくまということですけれども、このニックネームの由来は何になるんですか。僕がくまって呼ばれるようになったのは、はい、ちょうど本当に水戸に入団した時ですね。はいはい、多分最初の自己紹介の時にもともとくまっぽかったんで、自分でクマって呼んでくださいって言った記憶もあるかなって感じです、うん、自分でクマっぽいって感じてたんですね。いやなんかお前クマっぽいよねって言われて、ええ、じゃあクマでいいですみたいな感じになったのかなっていうのは。もう今すっかり定着している感じですか。前 FC の中でもみんなクマって呼んでるんですかね。みんなクマって言いますね、うん、もうぴったりですよねなぜかあの年下の選手にはちょっと強気な感じがすいません。いやいや、じゃあご自分でも割とそのクマっていうニックネームは気に入ってるっていう感じですかね。そうですね、うんうん、もうしっくりきてるんで、逆にクマって呼ばれないと俺がその反応しなかったりする時あるんで、うん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 、
じゃあ今後ゴール決めた後はジャガーポーズならぬクマポーズをぜひ。そうですね今これ一瞬の間がありましたけどねまあ、クマポーズってどんなんだっていう話はありますけれども、ぜひなんか考えてみていただければと思います、はい、ゴール後期待しておきます、はい、まあ、宮本選手去年14得点ということで、まあ、YCC のチーム得点王になっているわけですけれども、今季の得点目標はどれぐらいになりますでしょうか。そうですね、最低でも2桁得点は、うん、絶対に絶対に、はい、素晴らしいですね。絶対取れますよ、うん、もう右も左もシュートすごいんで、はい、もうどんどんシュート打ってほしいですね、うん、ですね、本当ね、はい、すごく可能性を感じる選手ですもんね、はいはい、さあまだまだお話を伺いたいんですけれども、だいぶお時間が迫ってきてしまっておりまして、岩間選手、宮本選手にそれぞれにですね、まあ、藤枝マシンのファン、サポーターの皆さん、そして FM 島田のリスナーの皆さんに向けて一言ずついただきたいんですけれども、まずは岩間選手から伺えますか。はい、はい、まあ、やっぱり今シーズン絶対 J2 昇格、はい、っていう部分を達成したいと思いますし、そのためにもまず次の、富山戦ホームでしっかりと勝ってみんなで喜べるようにやっていきたいと思います、うん、応援お願いします。はい、ありがとうございます。宮本選手もお願いいたします。本当に J2 昇格っていうのを本気で目指してて、まあ、僕自身本当得点という形でチームに貢献していきたいと思うので、これからも応援のほどよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それではここで1曲お届けいたします。はい、本日の2曲目 YOASOBI 怪物をお届けいたしました。さて先ほど岩間選手と宮本選手にもう皆さんに向けてのメッセージをいただいたんですけれども、ラジオネーム晴れ女さんからですね、お二人に質問をいただいておりますので、ちょっとこれを伺いたいですね。岩間選手、宮本選手に質問です。世の中で一番怖いものは何ですかというメッセージなんですけれども、岩間選手からお願いいたします。怖いもの、はい、なんですかね。そう急に言われてもって感じですかね。ここで奥さんとかって言ったら結構面白いところあるんですけど、そんなことはないですよね。はい、怖くないですね。奥さん優しい方ですね。はいはい、まあ、死にたくないですね。まあ死は怖いですね。確かにね。はい、宮本選手は何か怖いものってありますか。いやー。特にないですけどやっぱり人間が一番怖いです。心理をつきますね二人とも。その言葉が怖いですね。確かに今でいやー特にないですけど。ちなみに野添君は何か怖いものってあったりします。僕はクマって言いたかったんですけどね。ちょっと笑えなかったですね。すみません。確かにでも今のね言い方が一番怖かったですね。さあお送りしてまいりました藤枝橋てっぺん応援番組投稿前押し、ここで藤枝橋の今後の試合予定をお知らせいたします。まずは、3日後、しあさってですね、ゴールデンウィーク中の5月1日土曜日になりますが、 J3 リーグ第7節ホームゲームカターレ富山戦がいつもの通り藤枝総合運動公園サッカー場にて開催されます。キックオフは13時です。この日はですね、ホームタウン島田デーとなります。マスコットのエイチャイ君、そしておしまちゃん、さらに茶娘の皆さんも来てくださいますし、ホームタウン島田デーということでスタジアムグルメもいろいろあると思いますので、ぜひ島田市の皆さんお越しくださいませ。もちろんそれ以外の地域の方もぜひぜひスタジアムにお越しください。そして2週空いて5月15日の土曜日には J3 リーグ第8節アウェーゲーム鹿児島 NTT FC 戦が行われますが、こちらはですね、次回の放送の後の試合になりますので、また次回放送にて詳しくお伝えしたいと思います。さあというわけで、あさってのカターレ富山戦、なんと石崎監督、姫野由也選手、安藤直人選手、吉平翼選手と去年藤枝マシンにゆかりのあった選手が、そして監督がいるチームが相手ですけれども、野野君いかがでしょうか。そうですね、本当に負けられないですね。ですよね、負けるわけにはいかないですよね。もう本当に絶対勝っていただきたいですね、うん、まああとね、今コロナでいろいろありますけれども、早くマスクなしで試合見られるようになれたらいいななんて思いますね。そうですね、まあ、声援は本当に力になるので、うん、それでも手拍子だったり本当にサポートしていただいているのは選手も分かっていると思うので、
本当にいいゲーム、勝つ試合を期待してます、はい、そうですね、みんなの手拍子を力に変えてぜひ勝ってほしいですね。はい、というわけで明日からゴールデンウィークですのでね、どこか行楽に出かける方もいらっしゃるかもしれませんけれども、東京等では緊急事態宣言なんかも出てますので、皆様感染対策にお気をつけの上お出かけになってください。はい、この番組投稿前 FC 第2第4水曜日生放送ですので、次回は5月12日水曜日の放送となります。というわけで次回も同じ19時30分にはまたジスカイ FM 島田でお会いいたしましょう。ここまでのお相手は DJ 拓郎と藤田前 FC 強化部の大迫のぞみでした。さあ、そしてお二人まだいらっしゃいますので、最後に一緒にさよならと言ってください。せーの、さよなら。